サンゴシャスコーレはボランティア講師などの協力を得て運営されている自主夜間中学ですが、来年度新たに開校予定の上がり表中学校を学校教育法に基づく私立の夜間中学校として認可するよう県に求めています。昨日サンゴシャスコーレの星野仁代表が県の池田副知事を訪ね、全国初となる私立夜間中学校としての認可を求める2万2543人分の署名を手渡しました。来年度からの設置認可を求めた星野代表に対し、池田副知事は審査会に必要な助言などをして対応したいと答えました。